北朝鮮は昨夜、ゴミをぶら下げた風船を再び韓国に向けて飛ばしましたこれを受けて韓国政府はおよそ6年ぶりに北朝鮮に向け宣伝放送を再開することを決めました韓国軍によりますと、北朝鮮が飛ばしたゴミ風船は昨夜以降およそ330個確認され、うち80個程度が ソウルなど韓国国内に落下したということです韓国の脱北者団体が6日以降に北朝鮮に飛ばした体制批判のビラなどへの報復とみられ一連の応酬で北朝鮮が風船を飛ばすのは3回目ですこれを受け韓国政府は対抗措置として今日中に北朝鮮との境界地域に覚醒器を設置し 2018年以来となる宣伝放送の再開を決めました韓国政府は今後南北の緊張を高める責任は全面的に北朝鮮にあるとしています